宮川祭は日本の女子体操競技選手。東京都西東京市出身。西東京市立西蘭中学校を卒業。2018年3月、西部大高等学校卒業。セインツ体操クラブに所属していた。2018年9月より、所属先が高須クリニックになった。血液型 B 型。2歳から体操競技を始め。 幼少期から活発で校内事例選手に選ばれたこともあったという。2013年度女子ジュニアナショナル選手となった。2014年6月の第53回 NHK ハイ体操選手権で個人総合7位となり、南京ユースオリンピック出場が決定した。2014年度から女子ナショナル選手に選出され、同年7月に開催された。 全日本体操種目別選手権大会では、長馬で優勝を果たす、床でも2位となった。同年8月に開催された南京郵送オリンピックでも、種目別長馬で銅メダルを獲得した。床では、村上松愛と同じく H 難度の技をこなす。また、長馬でもチュソビチナを、飛び2015年10月、グラスゴーにて、開催予定の世界選手権出場を決めた。 夢は、リオデジャネイロオリンピック、そして4年後の東京オリンピックに出場することです。と語っていた。2016年8月、リオオリンピック、日本代表に選ばれ、出場した。体操女子団体、女子種目別床、女子種目別跳馬に出場。団体では4位入賞のメンバーとなった。種目別ではいずれも、予選で敗退。2018年8月、 早見優斗とコーチが、宮川に対する暴力指導問題を理由に、日本体操協会から無期限登録抹消処分を受ける。これを受けて、宮川は2018年8月29日に記者会見を開き、その中で、早見からの体罰を伴う指導を自分自身と家族が肯定的に捉えていたことを認めて、2018年世界選手権の代表を辞退するとして、 協会の同行地処分の不当性を訴えるとともに、調査の過程でいずれも、塚原光男と塚原千恵子から受けた言葉をパワハラと感じたことを告発した。宮川は、大阪体育大学とレインボー体操クラブとの間でスポンサー契約をしていたが、この問題でレインボー体操クラブとのスポンサー契約を解除された。これを知った高須勝次からの支援表明を受けて、 宮川はこれに応じる意向を示している。他にも、鶴見二次子や田中理恵も、宮川と早見に対する支援を表明し、森末真二や池谷幸雄も、体操協会の長年にわたるパワハラや塚原の引き抜き問題について証言するなど、以前からの協会や塚原夫妻に対する不満に、基づく宮川と早見を擁護する動きが続いた。9月7日、この件で、協会は、 第三者委員会を設置10日には塚原夫妻の職務一時停止を決定した。そして12月10日、第三者委員会は夫妻による宮川へのパワハラを認定しないとして同時に協会は夫妻の職務停止処分会場を決定した。2019年3月9日、協会はパワハラ再発防止策を決定する一方で、 選手とコーチを引き離そうとしているといった宮川の発言について決定的な証拠がない中で塚原千恵子教科本部長の名誉、信用を著しく傷つけた疑いがあると指摘し宮川に反省文の提出を求めた2019年4月26日、騒動後の全日本体操個人総合選手権では右足に痛みがあったものの出場し、 前年の個人総合6位から74位での予選落ちと大きく成績を下げた。ありがとうございます。